マリア・ドレームは、フランスのジャーナリスト、作家、女性解放運動家、講演家。世界初の女性フリーメイソン会員であり、旧審査派のジョルジュ・マルタンと共に、国際男女混成フリーメイソン団体、人権を設立した。ポントワーズの隣人であった画家カミー・ユピサロが、ドレーム家の邸宅や庭を繰り返し描いたことでも、知られる。 マリア・ドレームは1828年8月17日、パリの裕福なブルジョワ家庭にマリア・デライド・ドレームとして生まれた。ボルテールの思想に共鳴する父は、マリアと姉のアンヌにギリシア語、ラテン語、東洋の言語、哲学、歴史、絵画、音楽、比較宗教学など、本人の希望に従って思う、存分教育を受けさせた。姉アンヌは結婚し、 アンヌ・フェレス・ドレームを名乗ったが、結婚後わずか数週間で家父となり、生涯独身であったマリアと活動を共にし、パリを呼び後に、父の遺産で購入した、ポントワーズの邸宅に暮らした。ドレームは、当初、演劇、特に第二定世紀のサロン喜劇で活躍し、敵も去るものひっかくもの、妻のもとに帰る、よろしければ、老いを、罪深い父などを表した。 彼女はこれらの作品ですでにステレオタイプを打破する女性像や夫婦像を提示する一方で第二帝世紀に最も人気があった戯曲家アレクサンドル・デュー・マフィス、ビクトリアン・サルドゥ、エミール・オジエ、ジュール・バルベイドード・オルビーラについて天使または罪深い女というステレオタイプによる女性像を描く反フェミニストだと批判している。ピサロ作マチュランの2はポントワーズ、 ドレームプジンの邸宅ネルソン・アトキンス美術館所蔵。ジャーナリズムにおいてはすでに、ジョルジュ・サンドやデルフィーヌとジラルダンらの女性が活躍しており、ドレームは、全国紙、グランジュルナあル、時代、政治風ル新聞、黄色い小人などに記事を掲載し、さらに、ボーモンシュル・オワーズの市長代理、オーギュスト・ベルモンからの依頼で、経営難にあった地元の新聞。 セーヌイコールエイコールオワーズ共和派を引き継ぎ、セーヌイコールエイコールオワーズ自由思想が身を創刊した。この新聞は、セーヌイコールエイコールオワーズ県の自由思想家の機関紙となり、ドレームがポントワーズのマチュランで購入した邸宅が彼らの集会場となった。長年ポントワーズに暮らしていたカミーユ・ピサロは、マチュランの絵を繰り返し描いているが、 フリーメイソン会員であった画家エドゥアールベリアールの紹介でドレーム姉妹の反共権主義共和派サークルに参加するようになったとされ1877年に開催された第3回印象派展にドレーム家を描いたマチュランの庭と題する2点の絵画を出展しているドレームはジャーナリズム及び講演会において非着室し記事、児童虐待などの問題 非宗教的な託児所の設置や児童労働禁止を訴えた。さらに、1869年に、ジャーナリスト、女性解放運動家のレオン・リシェと共に、女性の権利が身を相関し、女性の地位向上に取り組んだ。同志は1871年に、女性の未来に解明し、ビクトル・ユーゴーや、ルイ・ブランの支持を得、ユベルティヌ・オークレールら多くのフェミニストが参加した。一方、 リシェがドレームの支援を得て1870年に結成した女性の権利協会は1874年にニューヨークで結成された国際女性連盟と連携し国際会議を開催することになった。第1回国際女性の権利会議は女性の未来がの主催により1878年にパリで開催された。この会議では女性の権利、 地位に関する多くの問題が取り上げられたが、女性参政権の問題は議題に上がっておらず、これがドレームらの恩恵なフェミニストと、オークレールらのより急進的なフェミニストの対立につながった。ドレームは、参政権運動を行うにはまだ気が熟していない、市民権の獲得が緊急課題であり、かつ、あらゆる社会階級の女性にとって重要であると考えていた。 当時の参政権運動からと違って、共和派、求新主義者、自由思想家の立場から、政治改革と女性の地位の改善を同時に進める必要がある。すなわち、未だ共権主義的な共和国を変えていくことが、先決問題であり、政治における男女平等以前に、法の下での男女平等を確保する必要があると考えていたのである。実際、 ドレームには男性を説得できる知性とレトリックがあった。女性が犠牲になっているとは言わず、またはそのことだけを強調せず、問題は社会構造にあり、このように不平等な状況を作り上げることで社会がどのような利益を引き出しているかを問うことの重要性を訴えた。より具体的には結婚と家庭に男女の不平等の原因があるとしながらも、結婚、 家庭制度ではなく、結婚、家庭という伝統的な概念を問題視し、これを覆す必要があると主張したのである。こうした観点から、英国のジョセフィン・バトラーと共に、廃傷運動に取り組み、フランス女性商業従事者同盟を結成して、商事裁判所における女性の投票権と任命のための運動を行うなど、女性のための社会改革を推進した。 ルイ・エルネスト・バリアスによるマリア・ドレームの記念碑1881年、反共権主義会議で、同会議の会長で、奴隷制廃止運動家、ビクトル・シュルシェールの代理として、講演を行った。これは、政教分離法案の提出を決定することになった重要な会議であり、約4000人の議員が出席した。これまでにもフランス大統者を含む多くの組織の、 会合で講演を行っていたが、この会議で、社会における女性の役割について講演したことが、彼女の名声を決定的なものにした。翌1882年1月12日、ルペック自由思想家ロッチがドレームをフリーメイソン会員として受け入れることに決定した。プロテスタント牧師、ジェームズ・アンダーソンによって1723年に編纂されたフリーメイソン憲章では、 濃度、女性、不道徳で不謹慎な男性の入会が禁止されていたが、ルペック自由思想家のロジ主催者、アルフォンス・ウーブロンは、強権主義と戦うためには、まず、ロッチに女性的要素が入り込むことで、自立という言葉の正しさを認めさせる必要がある。というのは、フリーメイソンの道徳と理性により、女性の中にある偏見と戦い、これを破壊することが、すなわち、 武力によらずに、真の社会の解放を準備することになるからであると考えていた。ビクトル・ユーゴー、ルイ・ブラン立ちアいのもと、ドレームの入会儀式が行われたが、フリーメイソン内で一大スキャンダルを巻き起こし、ウーブロンは解任され、ロッジは閉鎖された。パリ13区、ジュール・ブルトン通り5番地の国際男女、混成フリーメイソン団体、人権の旧建物。団結。 事前ロジ会員で、医師、県会議員のジョルジュ・マルタンは、従来のフリーメイソンが、女性に開かれていないことを批判し、1883年に、トレームと共に新たに、男女混成のロッジを設立することにした。フランス・スコットランド省庁グランドロッジ、人権と命名し、後に、国際男女混成フリーメイソン団体、人権と改名した。だが、 もともと病気がちであったドレームは、癌を患い、ロッジの完成を見ることなく、翌1884年の2月6日に、この神殿を未完のまま、あなた方に託します。その円柱の向こうに人権を追求してくださいという言葉を残して死去した。国際男女混成フリーメイソン団体、人権は、政治、宗教思想。 人種に関わらずすべての男性及び女性を受け入れるが、政治的、宗教的原理主義は認められない。フランスの会員は1万3000人。日本を含む世界80カ国に、ロッジがある。日本のロッジは、ソレイユル版である。著書はすべて公演集である。現著はほとんど、フランス国立図書館により、電子化されている。審判、ありがとうございます。